甲羅の柔らかいカニってことですね、直訳すると。スプーンとフォークで簡単にこれ崩せるね。これめちゃくちゃ美味しいね。はい、みです、こんにちは、どうもどうも。今日はですね、ディズニーシーのカフェポルトフィーノに来てます。はい、こちらのカフェポルトフィーノはね、クリスマスの装飾が綺麗ですよね。はい、こちら今日もですね、シェフのおすすめセットをこちら食べに来ました。これね、見てくださいよ。ソフトシェルクラブのジェノベーゼ、要はね、カニですね。殻ごと食べれるカニがね、ドーンと乗ってる、はい、こういうパスタ、リングイネ、ジェノベーゼが発売になりました。これおそらく、これ初めてですね。ちょっとこれは絶対食べたいと思って、はい、今日気合入れてきてました。じゃあ早速行ってみましょう。はい、商品サンプルありました。見てこれ、ソフトクラブシェル、でかいよね。これ、これごと食べれるんだ。すごいな。はい、そして前菜がサラダ、ちょっと一般的な感じかな。でもなんかこれアボカドかな、この緑と赤でクリスマスっぽくですね、色合いいいですよね。デザート確かこれパンナコッタじゃなかったかな。はい、めっちゃ楽しみ。1920円です。はい、店内入りました。12時過ぎでお昼の一番ピークの混んでる時間かと思ったら、めちゃめちゃ空いてんですよね。これどういうこと、え、こんな空いてていいのっていう、なんか半信半疑、話がうますぎる。いいのかな、いいんだね、並んで。え、本当？これ最高率？本当これ並んでいいの？あ、そう、カフェポルトフィーノはこのロテサリーチキンだっけな。はい、これがあるんですよね。豪快なこのね、チキンのバーベキューが食べれるのはもうこれここだけなんですよね。はい、今カフェポルトフィーノこれから料理取ろうと思ったんですけど、なんとこれクッキーアンのですね、ランチケースがこれカフェポルトフィーノでも買えるようになったんですよね。これはびっくりだな。はい、このランチケースですね、レジでちょっとね、いかがですかなんていうふうにね、お会計の時にこれ実はね言われるんですよね。あ、逆にですね、すいません、ここでランチケース売ってんですねって聞いたらね、そうなんですよ、お皿でパスタ提供するのにランチケースってちょ、私も不思議なんですけどねみたいなね、そんな感じで、あのおすすめしてるキャストさんもなんか苦笑いでしたね。はい、こちらね、ミニスナックケースもこちらカフェポルトフィーノで買えるようになりました。はい、買ってきましたよ、カフェポルトフィーノのシェフのおすすめセットですね。はい、こちら前菜ね、前菜はね、サーモントラウトとアボガドのサラダですね。この赤いこのね、はい、このトマトのようなこの四角いこのキューブ状のこのブロック状のもの、はい、これが全部これサーモンなんですよね。あと上にこの卵はね、ちょちょっと乗ってんだけど、なんかこれも星をイメージしてるのかな、クリスマスツリーのね、キラキラをイメージしてると思われます。はい、なんといってもこのソフトシェルクラブ、甲羅の柔らかいカニってことですね、直訳すると。はい、これ多分バリバリいけるんだろうね、ほんと楽しみ。はい、そしてデザートがパンナコッタ、ドリンクはですね、カプチーノにしました。カプチーノある珍しいですよね、さすが UCC 提供だけはあります。はい、こちらセットで1920円です。うまそうだよね、これ色合いが本当にいいよね、クリスマスをイメージしてんだろうね。はい、楽しみ、いただきます。はい、それでいただきます。まずですね、おしぼりはもらえませんでしたね、ちょっと言うのも忘れました、くださいって言うの忘れました。あの今回ね、手で食べるようなパンとかね、なんか肉まんとかないので、まあ、全部このね、スプーンとフォークで食べれるのと、あと入り口で消毒もしてますので、まあ大丈夫かな。はい、では改めていただきます。まず前菜のサラダいきますか。サラダはね、ドレッシングどうしますかとかね、特に聞かれませんでした。このね、サーモンの切り身がゴロゴロ入ったこのサラダ、ね、このサーモンとあのアボカド、はい、これ両方同時にいきます。うわ、これサーモンすごいな。いや、まあいい意味でね、このね、サーモントラウト風味がすごいですね。もう本当にもうサーモンの切り身がね、ゴロゴロと入ってるので、はい、なのでね、これね、生ものとかですね、ちょっとそういう生っぽいものが苦手な人はね、ちょっとこれやめた方がいいかもしれないね。はい、それではいよいよですね、こちらメインのこのリングイネいきます。ジェノベーゼのリングイネ、そもそもジェノベーゼが好きなんでめちゃくちゃ楽しみですね。はい、それではこちらいただきます。はい、これめちゃくちゃ美味しいね。はい、オリーブオイルたっぷりで、このインゲンがいいね。
具で一番目立ってるのはこのカニを除くとインゲンですね。じゃあちょっとカニ行ってみようか。お、カニもこれナイフなしなんで、もうスプーンとフォークで簡単にこれ崩せるね。じゃあちょっとこれカニの足をちょっと、はい、切っていきます。うん、カニ全然柔らかいね。すごいな。カニはですね、軽く衣がついたなんか天ぷらって感じでカリカリで、これはねお酒欲しくなるやつだね。僕は酒飲まないんですけども、酒飲みの人は必ずこれはビール欲しくなるねって必ず言うやつですね。これは、はい、カフェポルトフィーノはねアルコール飲めるので、お酒飲む人はね一緒にこれ何かお酒オーダーしたもいいですよ。絶対欲しくなる。じゃあこのカニの爪、ハサミ、はい、一番大きいところ行きます。はい、このカニの爪ね超大きい、行きます。これいけんのこれ、本当に行くよ。あ、すごい、全然柔らかいね。はい、じゃあねちょっと粉チーズかけてちょっと味の変化を楽しみたいと思います。はい、このですねソフトシェルクラブ、これにちょっとチーズをかけてみます。ほんとこのカニがねこのフォークとスプーンで簡単にこれ、はい、ちぎれるんですよね。じゃあこちらちょっといってみます。うん、このチーズもなかなかいいね。さらにかけます。はい、このねソフトシェルクラブに粉チーズ相性いいですね。美味しいです。そしてジェノベーゼ、後半になると味が濃くなるね。すごいオリーブオイルとバジルがたっぷりになってきて後半になればなるほど味が濃くなるってですね。これね結構量あるね。結構こってりなんですよね。オリーブオイルって別にまあね結構さっぱりしてる方なんだけど、こんだけあるとやっぱ結構こってりしてきて、結構これ後半これもたれるね。朝昼兼用なんだけど、これかなり量ある。これ今更だけどパスタ何グラムだろうね。普通1人前ってね、なんか結束タイプって100グラムじゃないですか。で大抵パスタって100グラム単位で皆さん作ってますよね。これ1人前100グラム以上 あるんじゃないのかな。結構量あるよこれ。はい、今ですねキャストさん聞いたらね200グラムって言われました。200って結構多いですよね。多分ね戻した状態で200だと思う。乾いたやつ200ってあの2束でしょ、ね、乾麺200戻したら相当なので、ちょっと待ってね。はい、今ね調べたらですね 100g の乾麺をお湯で戻すと 250g ぐらいになるって書いてありましたので、そう考えるとこちらのパスタ 200g ってのは結構妥当な量ですね。すごい多く感じたんですけども 200g とのことでした。なるほどね。ランドのねハングルベアカレーもね、なんかあれもねすっごい量多く感じるんだけど、あれも 200g っていうことで、ココイチなんかの1人前300に比べると少ないんですよね。なのでパークに来るとなぜかなんか量多く感じますね。はい、とりあえずねカフェポルトフィーノのねパスタはね1人前 200g ってことが分かりましたんで、はい、はい、パスタ完食しました。これめちゃくちゃうまかったです。はい、それではデザートのパンナコッタいきます。はい、このねパンナコッタ美味しく食べたいので、なのでドリンクはカプチーノにしたんですね。はい、じゃあカプチーノいただきます。あ、ちょっと冷えちゃってるかな。まあでも仕方ないなこれな。はい、いただきます。いやー、やっぱパンナコッタいいよね。イタリアンって感じがするね。いつもムースだからこれはいい。このパンナコッタなんかキウイかなんかのシロップとかあるのかな、なんだろうこの味はね。いただきます。おお、あー美味しい。このね手前のこの薄い緑は、はい、キウイソースですね。奥の赤はこれベリーかな、イチゴかな、ちょっと待ってね。この赤、赤いソース、シロップといただきます。多分イチゴだと思います。パンナコッタ、うん、普通に美味しいですね。すいません普通に美味しいとか言って。イルカのチョコレートが意味不明なんだよね。なぜイルカっていうね。このイルカね、わかる、これほらイルカ、なんでイルカなんだろう。
はい、完食しました。うまかったです。これはいいね。はい、カフェポルトフィーノのシェフのおすすめセットを完食しました。いや、これはいいね。めちゃくちゃうまかった。はい、このね、大前提なんですけど、このね、ジェノベーゼがまずね、好きかどうか、そこですね。まあ当然ですよね。ジェノベーゼ好きでしたら絶対文句なしですね。いやー、これほんと美味しい。はい、このですね、ソフトシェルクラブ、これがですね、もうバリ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 食べれるんですよね。で、ちょっと味付けもね、ちょいピリ辛風でね、なんかしょっぱい感じで、すごいですね、こうご飯が進むというか、このパスタが進むんですよね。で、これちょっとね、辛いので、辛いって塩辛いっていうね、辛いんだけど、辛いので、これお酒が好きな人もこれ絶対いいと思いますね。多分ね、ビールとか好きな人はね、絶対これビール欲しくなる、それ系ですね。はい、でね、この前菜のサラダも、はい、それからこのね、デザートのパンナコッタも普通に美味しかったです。で、まあ、これでセットで1920円か、まあ、ちょっとずつだけど値上がりしてるよね。まあ、あと昔確かスープもあったよね、確かね。今スープはないのか。あと昔付け合わせでなんかパンもあった時期もあったよね。はい、なのでこのだんだん時代の変化とともにね、まあ、いろいろとメニューもまあ変わるってことですよね。まあ、確かにね、いつまでも昔のままじゃないからね。なるほど。なのでね、そう考えてくれば、お買い得感というかね、お得度はどん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 まあ下がってるけど、まあ、このご時世、まあ、それは仕方ないね。はい。でね、カフェポルトフィーノはね、僕はいつもちょっと評価辛いんですよね。っていうのはね、この、費用対効果、例えば、Cのザンビーニとか、あとランドのeカフェとかと比べると、まあ、このパスタとね、この前菜、デザート、ドリンクっていうこのセットがね、この値段とボリュームと味のバランスがですね、他のレストランに比べてちょっとカフェポルトフィーノはね、費用対効果が低いというか悪いというか、ちょっとね、物足りないとか正直あるんですけども、今回これに関してはね、もう OK ですね、満足ですね。ボリューム良し、味良しで、はい、めちゃめちゃ大満足です。はい、今回セットね、1920円ですけども、まあこれ値段高いのはまあ仕方ないね。まあそこはちょっともう、このご時世仕方ないので、まあしょうがない。でね、量と味に関してはもうバッチリでしたので、はい、もう総合的には OK ですね。はい、以上 C の、カフェポルトフィーノのシェフのおすすめセットの食レポでした。はい、今回めっちゃおすすめです。じゃあね、バイバーイ。